MLB、アストロズ、ドジャース、日本時間二十八日、ヒューストン。ドジャースの大谷翔平投手が二十七日、日本時間二十八日、敵地で行われたアストロズ戦で二試合ぶりの三十二号ソロを放った。自己最速タイとなる打球初速百十八点七マイル、約百九十一キロ、飛距離四百四十三フィート、約百三十五メートルの特大弾。 両腕で力圏を見せるようなマッスルポーズで無邪気な笑顔にマッスルポーズかわいいとファンも熱視線だ実際の映像ご機嫌なマッスルポーズかわいい特大32号直後の大谷翔平3回虫の第2打席大谷は甘く入ったフォーシームを完璧に振り抜いて右翼席最上段まで飛ばした野手が一歩も動かないほどの完璧な当たりに 右手を高々と突き上げダイヤモンドを一周した。衝撃的なパワーに球場がどよめきに包まれる中、同僚の出迎えに対して両拳を握ってパワーをアピール。白い歯を見せた、ナ・リーグの本塁打大争いでは、2位で30本のマルセル・オーズナガイアシュブレーブスに2本差しをつけ、シーズン48パスペースでアーチを量産。ファンは、ニコニコガッツポーズはいつも可愛い。 笑顔最高飛ばし屋さんなんだから。